平和と地球を愛する中国人ホティアンアル、Kさんです。こんにちは。待望のKさん待望のKさんと今日は待望のゴジラの映画を見に行きたいと思います。出たゴジラ。そうです、前回好評だったんですよね、マイナスゴジラ。そう、今回はまたちょっと違うんですよ。新しい映画。そう、でも日本じゃないです、今回はアメリカです。そう、ちなみにゴジラ VS コングで見たことある？ああまあ今回はその G 作なんですけど、でも大丈夫、楽しめるから。俺が補充する。大丈夫、もう全て分かってるから。もう、そう、ちなみにこの映画は海外だと3月もう上映してるんですよ。日本は1ヶ月遅れなんですけど、まあでもその代わりにちょっとゴジラマイナス1があるけどね、まあもう幸せですよ。連続2年でゴジラ見れるという、本当に来年死んじゃうかもしれないな。そんなことないだろう。来年もゴジラ出てくるかもしれないな生まれて死ぬかもしれないな俺はもうついに襲われる。そう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 、いやもう今回ちょっと、めちゃくちゃ楽しみなんですよ。まあでもペイさんどう感じるかちょっと分かんないですけど、分かんないところあれば聞いて、とりあえずちょっと体でゴジラを感じましょう。じゃあ行きましょう。俺とケイさん D20 が多い。やったな。どうした？やったな、おい。何？なんで俺だけはぶられてんだよ。いや人多いから仕方ないよ、席ないの。あ、そういうこと？普通、いやいや、おかいえ、そんなわけない。いやいや、そんなわけですよ。俺、人めっちゃ多い。人めっちゃ多い、仕方ないよ。お金邪魔だな、じゃないんだよ。いやいやいや。おい、やったな、これ。俺だけはぶって。どうですか？おお、個人の感想はね、面白かった。でゴジラ結構出番少ないじゃん。そうそう。だよね。これなぜか分かりますか？これもともとゴジラない映画なんですよ。もともとコングだけの映画なんです。ちょうどね、前回ゴジラ VS コングでゴジラとの契約が終わったんですよ。アメリカがコングの映画を制作してる途中に契約がもう一回続けて、もう急ぎにゴジラ入れたんですよ。でもやっぱこの短時間でこのぐらいの完成度を感動したわ。まあ、ゴジラ出番少ないけど、でもやっぱ見せ場というか進化の過程とかね。そのローマ競技場。ああ、はいはいはい。で寝てるシーンが可愛かった。ああ、やっぱそうですよ。ちなみに なんでゴジラはローマ競技場で寝てるかわかる？理由ある？あるあるある。その体がちょうど入るから。いや違います、これはゴジラ昔の家と似てるから。昔の家と似てる。そうそうそう、ゴジラの昔海底に住んでるんですよ。で海底のどっかの遺跡でちょっと似てるような場所があるんだよ、ゴジラの家ね。そう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 、キングオブモンスター見たことあるか？キングギドラと戦うんじゃん。でその時人間がゴジラを核放射能をゴジラにあげるためにゴジラ家を爆発したの、核ね。家を失ったけどパワーはチャージできた。でやっぱ地上にロマっていうところ闘技場があるから、今度はそこに住み着いてるって感じです。もう家になってるよ。もう今はゴジラの家と言っても過言ではないです。そうそうそう。ポーさん詳しいっすね。もちろんです、中国の芹沢博士って言ってください芹沢です。詳しいわ。すごいよね、詳しいで。いや、もちろんです。もうまだちょっと分かんないところあればちょっとぜひもう聞いて、うん、小さいゴリラ。あー、あーゴリラで、ゴリラです。そうそうそう、小さいモンキー。モンキー、モンキー、そうそうそう。最初裏切ったじゃん、その。はい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 。キング。あー、コングね。コング、そうそうそう。その後、何回かも助けてあげて。あー、そうです。そう、もともとはこのコングとこのちっちゃいゴリラがいろいろの話をこの映画のメインらしいんですよ。説明するとちょっと長いですよ。ゴジラの映画もあって、コングの映画もあって、モンスターユニバースっていう世界観。そうそうそう。でコングは最初1作目はもうちっちゃいんだよ。コングはちっちゃい。コングから前回ゴジラと戦ってちょっと大人になって、で今回ちょっと渋いおっさんになった。タイトルだとキングコングじゃん。
でもセリフの中でみんなコングコングで言ってるんですよ。それがなぜかわかるか、最初のコングからどんどん王様になってキングコングになるの。わかったか。すごくない？まあ、あの中国のセリアエーザワハラガスですからね。さすがっすね。いや、分かりやすいよ。そうでしょ、うん、そう、最初はもうほんと一人なんですよ。で、あのやっと自分 の、 あの家を見つけて、でもそのそれは悪い猿にあの支配されてるから、でどんどんその悪い猿を倒してもう新しい王になって、だからキングコングになったの。そうです。最初ちょっとセルフで、ゴジラは人間の味方で言ってるんですよ。あれはちょっと勘違いですね。勘違い。ゴジラは人間の味方じゃないです。地球の味方です。そう、深いですよ。やっぱ地球上にどっかの、まあ、バランスを保ってるのはゴジラですから。例えば人間が悪いことしたら、うん、ゴジラはもうあの容赦なく人間を襲うんです、うん、前回あの人間が勝手にメガゴジラ作ったんですよ、うん、そうそう、だから人間を攻撃したんですから、うん、そうそうそう、正義の味方に、正義の味方というか地球の味方、そうそうそう、でも結局王様ですから、そうそうそう、やりたい放題でしょ。一番強い人間よりも強い、ゴジラ、あ、そうです、一番強いです。そうそうそう、やっぱあの余裕じゃん、あの今回のゴジラは。でも監督がもし3作目やるんだったら、今回ゴジラとコングの立場を変えたいだって。つまり今度はゴジラがメインでコングがサブなんですよ。あれはあれはシーモーでいう古代怪獣ね。あ、ゴジラではない。あれはゴジラではない、あの怪獣ですけどゴジラではない。あれシーモー、そうそう、あれ、あ、ちょっとまああの同じ恐竜系なんですけど、あのシーモーね、名前なぜシーモーか分かりますか？これは日本語のシモから取った。シモから取った。シモ、シモ分かる？分かりますよ。そうそう、そのシモから取って英語でシモーで取ったんです。シモって何ですか？シモはあのちょっと説明して、シモ、そう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 、氷でことです。そうそうそう、技は凍らせることだから、そうそうそう、だからシモ、そうそうそう。ちなみにあのチビのゴリラいるんだよね。あれそう、あのモンキーはスコーって言うんですよ。スコー、そう、日本語の息子からスコーを取ってスコーって言うんですよ。へえ、芹沢です。さすがでございます。博士。しかも今回はね、結構怪獣のシーン多いでしょ。でもね、前作よりあの費用が少ないらしいです。そうそうそう、なのになんか怪獣とかのシーンはなんと80分あるんですよ、うん、あの映画120分なんですけど、そう、80分間はあの怪獣のシーンなんですよ。前回と比べて相当多くなったんですよ、うん、でもあの制作費は前回よりはもうちょっとダウンしたんですよ。なぜならもうあの有名な役者使うんじゃなくて、うん、もう全力ゴジラとコングに追役するっていう戦法で、やっぱこれで成功したんですよ。ほすごいのはコング最初こんな感じじゃないんですよ。最初やっぱあの獣みたいな感じで、どんどん人間っぽくなった。そうそう、あれすごいよね。もうあれだってセリフ占いやん、もうあれ見ればでも表情でわかるんやん、うん、そうだから、この間友達と一緒に見に行ったんですよ。そう、友達が字幕見たいって言うんですよ。で俺はもう俺はぶっちゃけ どっちでもいいけど、あの時間はたまたま吹き替えしかないんですよ。で友達がいや字幕じゃないとちょっと厳しいな、で友達をぶん殴った。この映画はもうあの字幕か吹き替えか関係ねえのよ、感じるんだよ。そういうことだよね。そう、ぶん殴って吹き替えで見たんです。乱暴だな。だいたい怪獣の表情でどんなことをやってるか分かるやん。字幕あった方が分かりやすい。最初のシーンなんか虫歯映ってたよね。ああ、はい、なんあれは虫歯です。人間だって虫歯なるんだよ、人間っぽい描写だから。だからコングどんどん人間に近づいてきたっていう描写だから虫歯なんですよ。ちょっと親しみあるでしょ、そのシーン見たら。あ、コングもちょっと人間っぽいところあるんやって、そういうことです。あ、その一回裏切られたよね、そのあのスコーニ、あ、スコーニ、はい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 。なんでそれを許したのと、なんで、はい、その後なんか
仲間になった。仲間になった。ああ、これちょっと説明させて。コングはちょっとね、ずっと家探してるんですよ。うん、コングで集団性がある動物です。セリフにも言ったんですけど、でも今のケイさんが見てるコングはもうたまたま一人で生きてきたから。だからずっと家族とか自分と似たようなものを探してるんですよ。家族が欲しいんだよな。だから年上ないんだよ。ちっちゃいだから。そうそう。でなぜその赤いスコがなんで仲間になったというと、スカキングがスカ赤い猿ね、王様、悪い王様がね、悪い王様がなんだこのちっちゃい猿やっつけようかってなって、ちょっとやめてっていうやついるでしょ。でも結局マグマに飛ばされたね。あれはちっちゃい猿の母親なんですよ。そうで分かったでしょ、なんでコングの味方になったって。そう、復讐したいから。そう、母親殺されたんですよ。これちゃんと小説見ればわかるんですね。小説？そうです、もう絵画も出てるから。小説があるんだ。そう、ちょっといろんな説明の付け出しとかね。ちなみにちょっとなぜゴジラがピンクになったかわかるか。ピンクの怪獣食べたから。まあそうなんですけど、ゴジラ進化してなんでピンクという色を選んだって言うと、監督とかプロデューサーの人とか、昔80年代ぐらいのアメリカはね、やっぱそういうピンクのものに囲まれて生きてきたから、子供のおもちゃって言ったらピンクが多いらしいから。そうそうそう。あとはゴジラどんどん進化させようっていう発想はドラゴンボールから来たらしいですよ。へえ。結構もし自作あればちょっとね、デストロイヤーとかビオランデとか出してほしいんですね。知らないでしょ。これまあ喋るとまたちょっとそうそう、何時間かかった。もう30分は経ってますね。あ、なるほどね。いやまあこれはちょっとまあ、マジで暇な日見つけてちょっとゴジラ最初から最後まで見る、うん、だよね。何はある？アメリカのやつだったらそうでもないよ、うん、多分ね10年間ね5作品しか出てない。映画？うん、そう。もうこれも10年目ですからね。そう、モンスターバースっていうね。だからもう一瞬で終わるから、ね、で日本は結構多いよ。日本はめちゃくちゃ多いよ。でもまあマイナスワンだけ見ればいいんですよ。そうです。マイナスワンと比べると、今回の方が好き。ああ、そうなの。話が分かりやすいから。前回も分かりやすかったけど、はい、なんだろう、今回のゴリラめっちゃ好きだから。ああ、やっぱ女性みんなやっぱコング好きなんだよ。なんだ、イケゴリラ。イケゴリラ。イケゴリラいいな。心ひどいよね。ああ、そう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 。敵を一回さ、救って、はいはい、やられたから殺したみたいな。いや、だそしたらコング好きだったら絶対最初から最後まで見た方がいい。コングとコング VS ゴジラ、そう、これ見ればコングの成長が感じますから。感動するよ、本当に。怪獣ちょっと興味持ちました。素晴らしいですね。こういうことですよ、皆さん。でもなんかゴジラ全然知らない人でも楽しめるわ。初見でも楽しめるようにちょっと心をかけて作ってるから。だから前回のコング VS ゴジラ見てない K さんでも楽しめたでしょ、うん、そう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 。だからそれがすごいわ。そう、いやー、あと2回は見ますね、私は。おお、さすが。そうです、博士だからな。もちろんです。まだまだ探求します、怪獣について。はい、今日の動画はここまで。ケイさんのインスタと、チャンネル登録もよろしくお願いします。これからもちょっと芹沢博士として、怪獣を研究していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。アップデキシェシェでした。